新型コロナウイルス新型コロナウイルス感染症コビットナインティーンアプリ新型コロナウイルス接触確認アプリ新型コロナウイルス接触確認アプリは日本の厚生労働省が提供するスマートフォン向けコビットナインティーンアプリである。略称はここは濃厚接触の疑いのある本アプリ利用者間の接触を Bluetooth によって検知、記録し接触者から 新型コロナウイルスの陽性者が発生した時にその旨を通知する。アプリの通知を受けた利用者は自主的な隔離生活や医療機関への受診を各自で検討できるようになる。新型コロナウイルスの世界的流行に伴いさらなるパンデミック拡大の予防に貢献するために2020年5月アップルとグーグルが新型コロナウイルス感染症の曝露通知の API を各国公衆衛生当局に提供開始した。2020年5月26日に新型コロナウイルス感染症対策テックチームによってこの API を利用した接触確認アプリ及び関連システムの使用書が公開された。開発工程管理業務や維持はパーソルプロセステクノロジーが随意契約の3億9000万円で受注し、 同社から8416万円で、日本マイクロソフト9333万円で、フィクサー1億9093万円で MTI の3社に再委託、さらに MTI から3788万円で E、ガーディアン405万円でディザイアードに再々委託された。パーソルからの再委託は契約金額の94%の費用に達しており、 厚労省の再委託比率を原則2分の1未満とする規定に反していた。濃厚接触通知 API のオープンソース実装には他にコードフォージャパンの守り合いジャパンもあったが、オープンソースであるナインティ1 9レーダーをココアのベースとした。プログラム自体は日本マイクロソフトの社員をメインとした民間の IT 技術者の有志が結成したオープンソースコミュニティ、 コビト、ナインティーンレーダージャパンが開発し、パーソルプロセステクノロジーが引き継いで、維持、調整を行っている。6月15日、マイクロソフトが開発すると報道され、マイクロソフトはこの報道を否定したが、実際には、複数社員がコビト、ナインティーンレーダージャパンとして、ココアベースアプリの開発を行い、マイクロソフト自身もコビト、ナインティーンレーダージャパンを支援し、 また厚労省のアプリ発注先であるパーソルの下請けとして技術支援をしていたことが判明している。なお、パーソルプロセステクノロジーは同社社員がマイクロソフト MVP アワードにて、マイクロソフト MVP アワードマイクロソフトアズール部門も2年連続受賞、フィクサーもマイクロソフトジャパンパートナーオブザイヤー2019にて、 ファイナンシャルサービスアワード最優秀賞を2年連続受賞するなど、マイクロソフトと関係が深いパートナー企業である。ココアのインストールを呼びかけるポスターアプリバージョン1.0。例は、2020年6月19日の15時頃に Google Play、App Store で配信された。このバージョンでは、新型コロナウイルス感染者等情報を把握、管理支援システムへの連携がされていなかった。また、 複数の不具合が報告された。これらの不具合を修正し、蒸気システムと連携したバージョン1.11が2020年6月30日に App Store で、2020年7月1日に Google Play で公開された。厚生労働省は配信開始部から1ヶ月程度は試行版とし、デザインや機能が修正されるとしていた。なお App Store では、プレビュー版が禁止されているが、 ココアでは試行版状態でリリースされた厚生労働省は2020年9月1日アプリの仕組みについて透明性を確保し安心して利用してもらうためまた意見を受け付けて接触確認アプリの機能等の改善を図っていくためソースコードを GitHub に公開したが実際には GitHub のレポジトリに寄せられたバグ指摘やその回収提案はすべて無視されていたことが 判明されている。同アプリは、マイクロソフト社員が開発し、マイクロソフトが受注、技術支援し、マイクロソフト社員、マイクロソフトパートナー企業社員が、コミュニティ支援に多く関わっているため、スマホアプリは、マイクロソフトのプロプライエタリクラスプラットフォーム、開発環境である、ザマランで開発されており、サーバーサイドのクラウドインフラとしても、 マイクロソフトアズールのアズールファンクションスやアズール、コスマスドブといったマイクロソフト独自技術を多用している。なお、調達使用書ではベンダーロックインは禁止されていた。ソースコードはマイクロソフトが開発し主にマイクロソフト製品で利用されている C 言語で書かれている。開発作業もマイクロソフト子会社の GitHub にて行われている。週刊ダイヤモンドの取材で 国旗人の広瀬が自身と5人のコアメンバーで無償ボランティアによるアプリ開発を開始していたことを明らかにし、広瀬含め4人のコアメンバーが名前を明かして取材に応じた。メンバーはすべてマイクロソフト社員かまたはパートナー企業社員であり、日本医師会オルカ管理機構及びマイクロソフトが支援団体となっている。なお、2020年6月、 不具合に対する SNS での激しい批判を受け、コミュニティが破綻し、開発から離れたい意向を示した。広瀬は、私たち1円ももらってないとしていたが、一方で、納期、ストア提出、テストフライトやココアのプッシュ通知画面のテスト画面をツイートなどといった、ココアアプリ開発にそのものに携わっていたかのような発言をしている。ココアがインストールされた。 スマートフォンを携帯している人同士が、Bluetooth を起動したままで1メートル以内に15分間以上近づいた状態が続いた場合、相手のデータが接触情報として互いの端末に記録される。接触情報は、記録時に個人が特定できない状態になるように暗号化され、一旦記録された情報は14日間保存された後に自動的に破棄される。なお、 電話番号や位置情報などの個人情報はプライバシーへの配慮を理由に使用していない。PCR 検査によって新型コロナウイルスへの感染が確認された場合、感染確認後に保健所から発行される処理番号を感染者本人が COCOA に入力することで当該感染者との接触があった人に対して通知が届く仕様になっている。これについて日本国政府は 感染者に対する処理番号は電子メールなどを通して感染者本人のみに伝えるようにしているため感染を偽装するといった悪用はできない仕組みになっていると説明している。ありがとうございます。